初代順段尺ジョンバロー初代順段尺ジョンバローは、イギリスの東洋学者、官僚、政治家である。ランカシャーの村、ドラグリ、ベックの各職人の息子に生まれた。13歳で学校を止め、緊急車のための日曜学校で学んだ。16歳でグリーンランドの捕鯨調査に出たりなどした。20歳までに、得意の数学を学校で教えるようになった。 あとに中国との通商交渉団に加わるジョージ・レオナード・スタントン教の息子の数学の教師となり、スタントン教の紹介で1792年1 7 9 4年の間、交渉団を率いたマカートニー伯爵の執事として中国に渡った。すぐに中国語を覚え、あとに外交団の発表した記事やスタントン教の報告書に中国の文学、 科学に関するバロウの有益な情報を提供した。1794年にイギリスに戻った後は公的には中国の問題と関わらなかったが中国には常に注目し重要な問題では政府首脳に助言した。1797年にマカートニー伯爵がケープ植民地総督に就任することになると施設秘書として同行し、 入植者と原住民の調整や内陸部の情報収集で植民地の全域で働いた。公職にもつき、南アフリカに移住することを決め、博物学者トルーターの娘で植物画家のアンナと結婚もしたが、1802年のフランスとの間のアミアンの和訳で、ケープ植民地はオランダへ返還されることになり、南アフリカでの活動は終わった。 南アフリカの活動の中で旅した土地の豊富な記録とスケッチを貯めていて、近代的なケープ植民地南部の地図を初めて出版したが、多くの間違いが含まれ、探検家のウィリアム・バーチェルに、この地図はどんな目的にでも使用するのに同意しないと、告評された。1804年にイギリスに戻ると、海軍本部書記時官に任じられ、この職を40年間続けることになる。 1830年にグレー伯爵、チャールズ・グレーが首相になると官僚が同派から独立して働くことを求められた。海軍本部書機関時代には北極の探検航海の推進者となり、ジョン・ロス、ウィリアム・エドワード・パリー、ジェームズ・クラーク・ロスらの探検航海を支援した。カナダ北極諸島のパリー海峡の一部のバロー海峡、アラスカのバロー岬やアラスカの市の名前、 バローはバローにちなんで名付けられた。1821年に王立協会フェローに選ばれ、エディンバラ大学から学位を送られた。1835年に順団尺に認じられた。王立地理学会の前身のラリークラブの会員で、王立地理学会の創立メンバーである。1845年に公職を退き、北極公会の歴史や、 自伝の執筆に千年四千八百四十八年に押した。バーローは植物の学名で命名者を示す場合にジョンバローを示すのに使われる。ありがとうございます。